きしめん屋さんが名古屋駅の新幹線のホームに美味しいきしめん屋さんがあるらしいんだけど、こっちで合ってんのかな。これかな。グルメンって書いてあるから、ここじゃないっぽいな。住吉ってとこだから、ちょっと調べてみるか。あったあった。結構いろんな種類ありますね。ありがとうございました。グラスのセンター8号車と12号車機。きしめん住吉、スープがめっちゃ美味しかった。さすがにね、夕方以降だと GoPro Hero 6は使えないから、今日は富士の XT20 で行きます。めっちゃ寒い。今から行くのは YouTube が主催する忘年会、それが名古屋であるので、ちょっと応募してみたら運よく受かっちゃったんで、そこに向かいます。いろんな YouTuber が多分いっぱいいると思うので、ドキドキする。バックスペース FM のオフ会は、まあ皆さんずっとチャットで仲良くしてもらってたから大体は分かるけど、今日行くのは顔も見たことない人たちだから、ちょっと人見知り発動するかもしれない。もしかしたらドリキンさんの名前使ってマウントするかもしれないです。ありました、水入る。こんな感じで大丈夫かな。グッズももらいました。何やらグッズがありますね。乾杯。乾杯。乾杯。黒ひげ、黒ひげチーム。もうこんだけしかないですよ。うわすごっ。お願いします。これすごいっすね。穴がもうちょびっとしかない。いきます。お願いします。お願いします。いきます。はい、頑張って。ドリキンを当てさせてもらいました。ボーカルの曲書いてるレジチキと申します。当てました。ありがとうございます。始めますので、今勝てなかったチームは頑張って戦略を練ってください。10分後に始まります。
ャツの上に好きなものを3つ選んでいただいて貼れます。おお、1番って全員もらえるんですか？僕これこの3人だけ。これもいいですか？それ気になりますよね。チーム全員もらえるんですか？チーム全員だと思います。やったやったありがとうございます。待って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  YouTube のケータリングこんな感じです。まさか団子さんに会いました。団子さん写真撮ってください。いやまさかいるとは。あと1個ゲームは残ってますので頑張ってください。ありがとうございます。編集ゲーム PC。 ゲーミング PC。 もともとパソコンでゲームするのはすごい昔から好きだったんで、なんだろう、ドリキンさんが向こうから来たみたいな。この前の品川の収録の時も、はい、チーロのバッテリーを持ってて、はい、このチーロのバッテリーもう軽くなったんだよね、はい、いやお前のことに実際に数減らせば確かにそれは外せないでPC2 台とかで出張来ますからね。なんそんだけ持ってて、なんで軽さ求めてるの。確かに確かに。もうスペックと重さは等価交換ですよね。これぐらいのサイズの GPU ボックス。あ、僕インタービュー行きましたよ、金曜日。あの GPU ボックス、はい、もうギリギリぐらいドリキンを買おうとしてて、で待ったって言って AC アダプターのサイズ確認した方がいいと思うよAC アダプターだけ撮影は翌日に行ったんだよ。そしたら GPU ボックスの倍ぐらいでかいっすよね。レンガかっていうぐらい。180ワットのアダプターでかいって危ないカートに出た。いやでもいつか買いそうですよね、 GPU ボックス。 Zyun ユーザー発見です。お友達できました、KJ さんです。こんにちは、KJ アジムです。ありがとうございました。韓国料理とか韓国語とか韓国と日本文化の違いの動画作ってます。よかったら見てください。今日ダンボさんと会えて嬉しかったです。いや、グルドミンと会えてよかった。ありがとうございます。知らない人ばっかカオスだった。お疲れ様でした。皆さん二次会らしいですが、僕は帰ります。今日お世話になるゴテリちゃんです。あ、もうどうぞ。うん、このままゴッテリさんのお家にお泊まりさせてもらいます。